この神の岩屋と呼ばれていますこの岩屋から滴り落ちる雫、これはですね、神の岩屋の姫雫と言いまして、八光姫が顔を洗ったであろうと言われる美人の水でございます。で、この雫を写真に収めると幸せが叶うというふうに、願いが叶うというふうに言われております。はい、受験に合格したとか彼氏と結ばれたとか、そういう報告がいただいております。この水で顔を洗うとですね、非常に美人になるというふうに言われておりますので、ぜひご参拝いただいた折には、はい、もう雫を直接顔に当てる人もいますけれども、ピタピタピタと、はい、まあ、このような感じで、まあ、こういう感じでつけていただければ、湯上がり卵肌になることは間違いありません。この姫雫がいい音してます。ですね、この八滅姫神社にはもう平安の世から伝わると言われている八滅姫神社の風流という、民族芸能、伝統芸能がございます。で、こちらの境内で、本年度平成26年の11月、八滅姫神社の風流が5年に一度の風流が5年ぶりに奉納されます。そしてこの境内で奉納をした後、矢部祭りという地元の秋祭りの一般公開も行いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。矢部姫神社の参道の階段でございますけども、ご覧のように、はい、大変高くなっております。こちらの参道でございますけど、この辺一帯は福笹のですね、産地でございます。もう東海ビスでも有名な商売繁盛笹持ってこいの福笹も、たくさん自生しておりますので、商売繁盛の地域と言っても過言ではないというふうに思います。はい、栗原さんが教えてくれた美味しい矢部村のお水ですね。さあ、早速栗原さんに飲んでいただきましょう。はい、こちらはですね、まあ、詳しい場所はですね、まあ、八滅姫神社のお近くなんですけれども、詳しい場所は、栗原さんにお尋ねください。正面に見えますのが権現杉でございます。この遊歩道から見ても大きさがよくわかると思います。どんなに台風の時でも豪雨の時でも武器ともしない八滅姫神社のシンボルでございます。